おはよう。新しい寝床の寝心地はどうだったですか？ああ、まだちょっと眠たそう。青くんを保護してから、我が家のこのキッチンの入り口のここの廊下部分に、一時的にケージを設置して、で、そこで様子見してきたんですが、昨日ようやく新しい青くん用のケージを用意して、ここに設置しました。で、設置した場所は、桜のすぐ横になります。一応ね、ここ間に仕切り入れてて、直接お互いが見えないようにはしてるんですけど、非常に桜は青くんが気になるようで、この手前のこの隙間からちょっと覗き込んでるみたいです。もうね、だいぶ慣れたみたいなんですけど、桜はどうも興味津々のようです。桜よろしくな。はい。で、青くんですが、まだちょっと寝起きのようで、さっきまでちょっとニヤニヤ泣いてたんですけど、どうですか？新しい寝床の寝心地どうですか？気持ちよさそう。おいで。よしよし。めちゃめちゃじとーっとしてますね。湿度がかなり高いです。これ少し霧が出てるのかな？なんかもやがかかってる感じがしますね。これ月なんですけど、確かちょっともやかかってるな。気温はちょうどいいぐらいなんですけど、とにかく湿っぽいです。で、今日は一応この後曇り予報になってるんですけど、明日から晴れ予報が続いているので、早かったら今日明日あたりぐらいに梅雨明け宣言出そうな感じです。ちなみに今日は7月10日、月曜日朝4時15分です。で、撮影に使っているカメラですが、ソニーの ZV-E1 にレンズが、今日はフルサイズ用のレンズですね。20mmF1.8 の G レンズ。SEL20F18G になります。まだね、相当外暗いんですけど、この組み合わせだと非常に明るく映っているんじゃないでしょうか。ノイズ感も少なかったらいいな。それではモーニングコーヒーいただきます。うまい。もうほんと先週はもういろんなことが起こって、もう大変な1週間だったんですけど、今週はその後処理ですね。いっぺんにはちょっと無理だと思うので、少しずつ、やっていきたいなと考えています。で、その中の一つに、これ前々回かその前ぐらいの動画で、話をしたかと思うんですけど、愛車のキャンピングカー、バーストナーエレガンス I695 を、乗り換えすることにしました。まだ売却先はちょっとどうするかっていうことは決まってないんですけど、新しい車両自体はもうすでに決まっていて、もう契約も済ましていて、で、先週、ちょっと忙しい中、車庫証明もちゃんと取得して、販売店、今回、岡本さんで購入するんですが、岡本さんの方にはもう必要な書類はすべて、渡している状況と、あと、自分がこうしてほしい、ああしてほしいっていう、仕様ですね。パーツの取り付けだとかもちゃんとお願いしていて、あと、納車がいつになるかっていうのをね、今、待っている状態です。納車待ち状態になっています。それほど多分時間かからないと思うんで、今月中、今月末まではいかないと思うんで、今月中旬以降ぐらいに納車になるんじゃないかなと思っています。で、今日本当にちょっと忙しい一日になるかと思うんですけど、ちょっと合間、どうにか時間作って、岡本さんの方でまたそのあたりのね、打ち合わせ少しやっていきたいなと思っています。いつも座っているリビングのこのダイネットの座席から見える景色が変わりました。今までここに、このエアコンの下、この辺りに、フィギュアの、ケースがあったんですけど、昨日それも取っ払って、ここに桜、そして桜の横に青くん、こんな感じでケージを2つ並べておくようになりました。本当なんか見える景色が変わりました。改めましておはようございます。現在時刻が8時半を回ったところです。で、さっきまで雨がポツポツ降ってたんですけど、今、こんな感じでね、ちょっとずつ青空が出てきました。で、もう今日一日ちょっと忙しい、予定にはなってるんですけど、朝の間だけ少しね、まったりしようかということで、久しぶりに朝マックに来ています。
冷たい、いや、あったかいコーヒー飲もうかな。朝アイスコーヒー飲んだので、温かいコーヒー飲んで、ちょっとまったりしてきます。それでは行きましょう。あ、そうそう。で、使ってるカメラなんですが、あ、またちょっと雨降ってきたな。ZV-E1 にレンズが久しぶりにシグマの 17mmF4 使ってます。やば、雨また降ってきた。いつもと同じチキンクリスプのコンビです。あ、お腹すいた。それでは、ホットからいただきます。っていうか、熱っ。あっち。めっちゃ熱。あまりにも激熱なので、蓋外して冷まします。いつもと同じチキンクリスプです。うん。揚げたてうま。ごちそうさまでした。何気にこのマンゴースムージーがめっちゃうまそう。それでは一日始めましょうか。なんか青空出てるのに雨降ってます。16時前になりました。もう朝からずっとバタバタでなかなか時間取れなかったんですけど、ようやく岡モーターさんにたどり着きました。藤沢さんいるかな？先日取り付けしてもらうナビを持ってきた時に、ちょっとこのパーツ持ってくるの忘れてたんで、ちょっと今持ってきたんですけど、これ何かというと、12V を、USB、だから 5V に変換するプラグになります。これを入れ忘れたので、今からこれ藤沢さんに渡してきます。相変わらず、新車の車両が多い。うわ、このジル、すげえ、助手席までレカロに変わってます。よく運転席は変えてる人多いんですけど、助手席までレカロはいいな。これ、ただ真ん中の座席がの、なくなるので、乗車定員が変わるんですね、おそらく。あ、ちょっと今、車両見てるんですけど、すでにナビが装着されてる。そして、USB も結局、せっかく持ってきたんですけど、なんか、どうもつけてくれたみたいですね。無駄足だった。こんにちは。今日は出演してもらいます。それでは用事が済んだので帰ります。帰宅する前に、朝気になってたこのマンゴースムージー飲みにマックにやってきました。めっちゃうまそう。いただきます。うん、うまめちゃうまです。ごちそうさまでした。めちゃめちゃうまかったです。17時を回りました。じゃ帰宅する前に夕食のおかずだとか食材買って帰ります。で今日ね昼ぐらいめちゃめちゃ、雨強くなったんですけど、もうすっかり雨も止んで青空になってきました。でおそらくこう週間予報を見る限りでは明日あたりぐらいに梅雨明け宣言あるんじゃないかなと思います。はい、というわけで本日以上となります。また感想とコメントいただけると非常に嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。